ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。前回の続きで、今から北上していこうとしています。また忘れちゃった、なんとかの洞窟、そこに、行きたいわけですね。ローマ同士に、会わなきゃいけないと。詳しくは前回を見ていただければと思いますが、であとミニゲームあったでしょ。でね、何回かやり直しました。なんでかっていうと、今行きませんけど、そこにドアが2つあって家があるんですけど、あそこには、ケロロン像がないって言って出ちゃったんですけど、確かね、前回よく見たらあったんですよ。あれあるじゃんと思って、でもう一回ミニゲームをやりました。あとね、こいつにもあげれんの知らなかったな。それでね、というわけで、16ケロロンをやったんですよ。そしたらね、村の全部のって書いてあるから16が全部みたい。前回13でしたね。時間的にはね、余裕はあったかな。そしてギャンブルっていうのが手に入れました。そういえば私見てなかったな。どういうやつだったかな。これか。敵一体にランダムなダメージ。レベル2か。ギャンブルな。ゲームでたまにあるけど、こういうやつって。ギャンブルみたいな名前のやつが。凄まじい威力なのかな。大体こういうのって威力すごいじゃん。でも発動したりしなかったりみたいなのがあるけど、これどうかな、このゲームの場合。ちょっと情報が少なすぎるんだよな。敵一体にランダムなダメージか。それだったら、これと変わんなくないか。そんなような名前。例えばこういうやつね。ほら、これだったらさ、低威力のランダム属性ダメージって書いてあるでしょ。だから低威力なんだってわかるけど、これも書いておいてほしいな。必ず与えられんの？他のゲームとかだとさ、与えられないっていうのがあるじゃん、よく。その代わり当たるとめちゃでかいっていう。これの場合必ず当たるのかな。それだったらこれと変わんない気がするけどな。これ全体だけど、これ大して威力はないんだけどね。低威力って書いてあるから別に納得なんだけど、ダメージ、大ダメージなのか、低威力なのかね、中威力なのか。というわけで、先進みましょう。あとね、裏でやったのはそのさっきのミニゲームと、ちょっとまだセットしてないけど、一応ねどれ見ればいいんだ。一応心配だから、これを1個買ったのかな、2個ぐらい買ったのかな。で、あとこれをもう1個買って、あとね、これを買いました。買いました。あそこに売ってるものは一応買っときました。どうなのか分かんないけど、っていう感じ。その都度変えていきましょうか。だから前回も言ったように、やっぱ必ず有用なものが売ってたり、クエスト報酬なんでね、その次に発生する何かのための品揃え、だったりするのでね。こういうこと？あのピカンピカンっていうのは新しくの意味なんだ。今わかったぞ。いきなりいけんの？いきなりいけんの？ちょっと待って、今どこだっけ？トスカ村南ってどこだったよな、最初。そうそう、これ。じゃあこっちちょっと行かなきゃダメじゃない？これ。ここにも行きたいよな。これもっと先だ。で、さらにこれもっと先か。じゃあここに行く。
うん、だからここ、うん、こうね、こう前行ったところだけど、うん、じゃあここ、ああ、しまった、間違えちゃった。バカ野郎。バカ野郎。あ、ごめんなさい、また物落としちゃったよ。すいません、すいません。うん、で、これ、こっち行ってもダメなんでしょ、また。だよな。じゃあ、あっちまで行かなきゃダメか。しばらくここのことを終わらせないと南には出ていけないんですね。うん、違う。そっか、一応行けるんだ、ローなんとかって。へえ。っていうか、そんなに細かく分かれてると思わなかった。え、え、あ、北ってここ、あ、北ってここなんだ、北って言えば北だけどさ、そういうこと。じゃあここだよ。ここはちょっとね、うん、あ、ここ行ってもダメなんじゃないの、塞がってるから。だからここに行くんだもんね。ここにいるローマ同士が塞いじゃったんでしょ、ここを。だからここに行こうとしてんだもんね。まあ今行ってみてもいいけど、入れないんだろうな。ここだよ。ここだよ。ここはさすがに、なんか千年の夢とか記憶とか出てくんじゃないか。あ、ここ。崖。あ、もういきなりだよ。あ、いきなりというかムービーか。あ、ムービーというかこれね。あ、こんな感じ？敵いるのかな？これ、ちょっと待って、どっち行くんだ？こっち行こっか。今、うん、うん、なんかよく分からなくなっちゃって。なんか今光ったよ。あ、楽譜？マジ？ちょっと一応取っとこう。忘れちゃうから。あ、ここにガンガラがいた。あ、そっかそっか、ガンガラは向こう側にいたんだもんな。あの、ちょっとごめんなさい、言ってる意味わかるかな。この背中のもっと背中側にカイムと奥さんがいたんだよね。で、ここに確かにいた、ガンガラが。うん、ここにガンガラがいた。やつは魔導力で俺たちからリヌもそう奪ったのよ。うん、ガンガラ、うん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 、あ、そういうこと。あんまり何回もあれか。じゃあそういうことでよかったのかな。敵いないのかな。さて、こっちはなんだ。ちょっとあんまり走ると、あ、下がる、ここじゃん。これはちょっと分かりづらいな、光ってるよりもさらに分かりづらい。ライオンハート、ライオンハート、あ、やっぱりやってくるんだな。ああ、じゃあやってくるやつがいるんだな、近々。うん、恐れっていうのね。うん、うん、あの前にも前回だって言ったけど、うん、これね、これね、この臆病心の種もここでもらえるので、うんうんうん、それと粘着糸で、うん、これもね、うんうんうん、これは発生させるだけど、恐れが効くやつもいるのかな。ちょっと作っとこう。うん、でこれになるのか。で、相変わらずこれはできないのね。うん、なるほどなるほど、はいはいはい。これも必ず意味があるので、その都度よく見ながらやった方がいいですね。うん、必ずその先で必要になりうるものが多いのでね。
そうだからここに立ってたわけだよね。花は咲いてない。あ、でも咲いてるじゃん。うん、ここ、あっと、すげえなこの眺め。え、こんな狭かったっけ横幅、あのムービー。ほんと綺麗なところだね。グラフィックがちょっとあれだけど。どうしたのか今。どうしたもんこうしたもんね。ここにリニモがいたんだ。で怒っちゃったんだよね。あれもだからわざとでしょ、あの足の動きを見ると。リルムのそれはガンガラがこう起こしさせるように体を動かしたんでしょ多分。で結局自分が後で救ったんだけど、絶対ね死んでないんだから。でカイマは助けられなかったんだから。で死んでないとしたら助けたってことでしょガンガラが。あと前にも言ったけどガンガラもさ、なんだかわからないけどそのリルムをね奪ったはいいけど、あのいつかの段階で解放したんだね。うん、だからこそ誰かね男の人と結婚して、で今そこの目の前にいるククとマックが生まれたわけでしょ。いつ解放したのかね、奪った直後かね。そういうのも気になるよね。まあねこうリルムをねこう何痛めつけたりそのなんかいろいろね、うん、してなかったのかなとは思ってんだけど、まあ良かったよね、そんなことされなくてね、うん、ただ苦しめたくてっていう感じかな。何も子供を傷つけるつもりではないっていうことなのかな。ガンガラもさすがに。お母さんが、ああそしてこの崖から、あの時俺は最愛のものを失った、リルムとサラを、うん、でサラはなんでいつの段階で別れちゃったのかな。あ、別れたっていうのはその離婚って意味じゃなくてさ、その物理的にというか、どうやって別れたのかな。だって普通さ、あの励まし合いながらさ生きていくものじゃん、目の前で娘がいなくなったんだから、これから二人でね支え合って生きていこうってなるはずなのに。だよね、お母さんもずっと会いたがってたよ、お父さんとお母さん。これはまあよく言ってるね、カイムに会えて、とても嬉しかったと思う。だよね、うん、そうだな、それに今お前たちともで会えた。本当だよな、本当だよ。さらにもお前たちを会わせたい、これも何回も言ってますね。私たちのおばあちゃんだね、私も会いたい、あとお母さんは幸せだったんだよって伝えたい、うん、ああそっか。なんでこれ同じこと言ってるかっていうと、あのここに来なくてもさっきの魔導士のなんだっけ館だっけ、うん、あそこにいきなり行っちゃうやつがいるからかな。ここ来なくてもいい場所なんじゃない、ストーリー上。あ、だからここであんまりにも重要なこと話しちゃうとねえ、うん、だから当たり障りのないことっていうか、今まで出たようなこと、うん、ストーリー上で出たことをここで改めて言ってるだけなのかな、うん、かもしれませんね、うん、なんかすごい新しい情報を聞けるのかなと思ってここに来たんだけど、私はね、お母さん幸せだったんだよって伝えたい、僕も会いたいな、会えるかな、ああいつか必ず必ず探し出すサラ、うん、まあそういうことなんですけどね。サラにも会わなきゃいけないんだけど、うん、なんかないかな、もうないかな。うん、だけどサラはどうなのかな。あ、そうかそうか、じゃあいきなりこれだってことか、うん、このゲームこうね、こう分かれてるからさ、テク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 歩いてって、ちょっとここ行ってみようか。なんて言葉になるかな、一応行けるんだ、下がってて入れねえよっていう風になるんじゃないかな。
多分ね。ああいうことか、塞いでるって。あ、封鎖門だって。あ、セーブできんの。へえ、なんか言うんじゃない。開かないな。何か強力な力で封印ね。はいはいはい。あ、それだっか。ムービーとかないか。そっか、まあセーブはいいか。なるほどなるほど。うん、まあ今のセリフも聞けたし、まあ大したもんじゃないけど、まああれを聞かずに終わっちゃうからね、先に行かなきゃ。このゲームちょくちょくそういうのありますね。まあ今は本当大したことないけど、まあ割と長めに喋るのもあるのでね、わざと外れて行ってみるっていうのも手ですね。もういかにも、いかにもだな。まあローマ同士の方か、いかにもって感じ。ここか、ローマ同士がいる家って。ここに住んでたってすごいよな。なんか奇妙な館だな。奇妙ですよね。この館を追うように強い魔導力を感じます。ローマ同士がいるからじゃない。何にしろそいつを見つけないと。なんだか怖い。もう怖くなんかないってば。お母さんが昔、そうなんだよな、ずいぶん立派だよな。何屋さんだったの。傭兵で稼いでたのかな。お母さんが昔飼い主たちと住んでた家なんだから。だって今は別の人が住んでるんでしょ。これさ、このね、まだね、怪しんでるんだけどさ、こうやってさ、ボイス付きとボイス付きじゃないのがあるじゃん。 A ボタンを押すっていうスタイルでも、うん、でもね、前みたいにあのボイスがしない、あ、なんていうの、なんていうのボイス付きなのにボイスがしなかったことがあるわけだよ。ボイスなかったことがあるわけだよ。バグでね。だからなんか怖いよね。裏でやってる時もね、なんかありました。それはそうだけどさ、とにかく気をつけて進もう。これ本当はボイスがあるんじゃないだろうな。大丈夫かな。何があるかわからないからね。今のところでセーフ取っとけばよかったかな。もう一回裏で確認するために。おお、びっくりした。うわ、なんか言って、え、見てなかった。よく、本当に。やっぱセーブ取っとくべきだったな。あ、いきなりソウルメディシン。ソウル、ソウルっていうことはどういうことなのかな。治癒を魔法に封じた金色の。ああ、あれ、これってこれとどう違うんだ。 HP MP、 HP MP、あ、少し回復します。うん、これはいっぱい回復しますなのかな。うん、ちょっと言葉足らずなんじゃないか。こっち側にもあるかな。うん、ないのか。さて、ここは敵がいないのか。じゃあこっからいるんだろうな。あっと、リルムかな。まあ、なんだよなんだよ、なんなんだよ今のは。見えてるんだね、みんなね。ああ、さっきのもう一回見返そう。よ、なんかよく分かんなかった。なんかいたんだ。お、篠田、え、死ん、すべてを巡り、すべては去っていく。なんだ死って。すべて巡り、すべては去っていく。それはそれ、あ、いきなりボイスだ。ほら、こういうふうに。さっきボイスなかったかね。死の断片のように見えますね。誰が喋ってんの。あ、ミンか。魔導士がめちゃくちゃにしたせいじゃねえのか。とっとと追い出しちまおうぜ。うん、じゃあカイムとかサラが書いたやつなのかな。
重品だな、あのマーク。 A ってことはこう B、C、D とかあるのかな。 C の断片が書かれた紙、この中にいっぱい落ちてんのかな。ずいぶん立派。あ、ファイル、ファイルだってダメだ、ちょっとダメだ。何があるか分かんないから、先に先セーブ取っとけばよかったな。あ、動画見返せばいいのか動画見返せばいいんですね。そうすれば一時停止とかできるし。このゲームはさ、でもさ、どういう場面でもさ一時停止できるからいいね。うん、なかなかほらどんな場面でもっていうのはない時、そういうじゃないってゲームもあるじゃん。あ、いや出ちゃったよ。さあ何か、あ、万能薬、やたらそういう系の。あ、これはダメね。さあどっち行こうかね。あ、こっちも、おっと、やっぱいるんだ、やっぱり。大丈夫かな。本当だよな、本当に大丈夫かな何の準備もしてないぞ。一応買ってきたけど、あ、いきなり4体。どういうやつ、あれ誰も持ってないのかよ。そっか、あのスキルもいろいろ組んでないな。まずちょっと待って、違う違う、うん、まあこれもそうなんだけど、おこれは新しいやつだな。あ、これは盗むとドロップが違うやつだ。これ盗まなきゃ。これ、あ、これはいいや。これはもう滝底のなんとかっていうのをリング作ったわ。まあ1個だけだけど、まあこれは裏でやろう。もしどうしてももう1個欲しい場合はリング合成だっけ。神秘の光量と霊体積ね。あ、黒真珠の粉末。ああ、黒真珠の粉末か。あ、太陽の結晶ね。ああ、これももらったやつだね、全部。だからもう1個以上作りたい場合は必要だな。マグマの破片か。正体不明。まあそうね、ちょっと属性をつけてないんだ。うん、この辺もやっといた方がいいんだろうな。あ、まあこれも重要だな。属性、あ、そうか、ヤンセンがいないからだ。じゃあまずこれよりも、ちょっと待って、どこだ、名前が見つかんないぞ。どれだっけ。ちょっと待て、いやいや、属性ってそういう意味、特殊ってやつ見ればいいのか。あ、これか、これだ。魔法、魔法、あ、出てたっけさっきから、ちょっと覚えてないけど。魔法系か。魔法系ね、まあちょっと適当に。そうだな、あ、違う違う、じゃあまあこういうのもやってみようか。こいつはバックかうん、なるほどな。でさっさと倒さなきゃやばいですね。そうだな、そうだな、
魔法関係の誰かつけてたな。うん、まあこれはちょっと強いからな。あ、これ？これか。これももう一個必要かな。まあこれはいいか。ちょっと どんなもんかわかんないから。さあどうしようかね。なんかこいつをやっとこうか。効くかどうかわかんないけど。魔法系か。魔法系？ちょっとよくわかんないけどどうしようかな。光か、光とか効きそうじゃない。なんか ライフアブなので、なんて今ライフって、あおお効くかな。まあ、そういえば HP どれぐらいだっけ？聞いたかな？うん、あとね、このゲームのダメなとこはね、あの名前の横、あそこにさ、今何のバフデバフがかかってるかっていうのが、あ、デバフはわかるんだけど、バフがね、出ないんだよ。あと相手も。ほらね、うん、ほらね、今ノロードかかってんのかわかんないんだけど、あ、かかんなかったのかな。これでわかるんだったっけ。うん、ちょっとごめんなさい、うろ覚えだけど、あ、かかんでないのか。うん、これ一発ですぐわかんないんだよな。そうだな、まあちょっと適当に、もう一回かけてみようか。バックだから余計、あ、これな。まあこれには効かないよな、多分バックだし。フォースか、フォースいいな。うん、ちょっとやばいかな、バックあ、まずいな。あ、危ない危ない、ダメか。お、でも GC も、うん、これならシャイン、光の攻撃するんだ。あ、何かがかかった。おお、効くね。今なんか、今なんかのデバフがかかりましたね。うん、何回かの前の動画で言ったけど、前のボス戦、あの将軍と戦った時の、あの時にいろいろ裏作業をやってたんで、ちょっとレベルが高くなっちゃってるんですよね。なので、うん、多分本当はここちょっと強いと思うんだけど、1、2ぐらい多分上だと思うんだな。うん、だから裏でじゃないや、なるべく戦わないようにしていこうかな。うん、前にもね言ったと思うんですけど、ちょっとねそれでも頑張って経験値入らないようにして裏でやってたんだけど、うん、ちょっと上がっちゃったのでね、多分ここ強いんじゃないかな。うん、ただ今のマークなんだろうな。なんか見たことないマーク、これじゃないな。こういうマークだったかな。暗闇。ね、眠りだったのかな。うん、どういうマーク、あ、これマーク、あ、違うね、違う、あ、いや違うな、こんなマークだったかな。なんか黒い
なんか、クロワオみたいなマークじゃなかった、これかな。なるほどね。ではね、裏でちょっと回ります。それなりに、まあ、戦ったりもしなきゃいけないんだろうけど、こういうとこ入ってみたりで、またムービーがあったりしたら、またそれはまた撮っといてお見せします。なんか部屋に入った時ちょっとした言葉がね、さっきみたいにね、 ここであった言葉みたいに詩とか、まあ詩っていうか、なんかね、ちょっとしたさっきのお化けがピューって横切ったやつとか、ちょっと一通り回ってみます。本当は動画で回っても回りたいけど、ほら戦わなきゃいけなくなるから、まあとんずらしてもいいんだけど、スキルでね、これね、これでまあこれがあるから逃げれるは逃げれるだろうけど、ちょっと何の準備もっていうか、ボス戦ねもあるだろうし、まあもちろんボス戦の手前にこれあるのかな、わかんないけど、そしたらある程度基準、それが目安になりますね。これがあるとはボス戦かなと。だからそれを思うとさ、最初のボス戦、山頂だっけ、なんかでっかい鳥とやった時に、あの時にさ、ボス戦の先にこれがあったんだよね。だから絶望したよ、もしかしてこのゲームってボス戦の前にこうセーブがあったりしないんだなっていう、絶望したけど、最初のボスだったし。でもそれ以降は必ずあるね、セーブが。あれちょっとした遊び心なのかな。だって見えたんだよ、ボス戦の前にね。動画でも言ったけど、あ、セーブポイントじゃんって言ったらボス戦が始まっちゃったっていう、ああいうのもちょっと遊び心だったのかね、作り手の。あそこでセーブできるじゃんって思いきやボス戦に突入しちゃうっていうね。しかもほら最初はさ、仲間もいないしあんまりね、手持ちも少ないし、で強かったよね、なかなかさ、なかなか面白い作り方ですね。だからもう一個これがあるでしょう。まあ一個ぐらいは入ってみるか。まあムービーとかないと思うけど。あ、そうなの？あ、なんだ？これも？そっか、じゃあ正面だけ？あ、これはいけんの？あ、ほら、こういうのがあるんだ。鏡の中に入ってったね。あの女の子を追っかけていくみたいな感じ？あ、またムービーだ。汚れてるだけでただの鏡だよ。でもさっきこの中に何かが、え、そんなの見えたっけ、あの壊れた飾りの部分、何、どこのこと言ってんの、あの上、何かが外れた後のようですね。確かに飾り玉か何か余ってた気がするが、あ、皆無か、自分家だからね。あの上のこと言ってんの、あ、また同じムービー、汚れてるだけでただの鏡だよ。でもさっきこの、あ、同じか。あ、何かはめ込むのかな。あ、これは、あっと、ちょっとトンズラしよう。まあトンズラまあして戦うのは裏でやろう。またお前らか。ああ、B ね。あ、また言葉出んのかな。ぬくもりに満たされても。ダメだ、これじゃ読めねえよ。もうボロボロだもんな。ああ、ちょっと後でまとめて読めるかな。覚えてられないよ。これなんか取れんのかな、いずれ。ちょっと一回出る。あの正面はどうなってる、こっち。あ、入れんのか、入れんのか。なんか長いね。あ、ただの庭だな。けどこの地面の丸い模様とあの噴水、なんか匂うぜ。
何この地面の丸い、あ、それこの空いてる丸のところに何かはめ込むんじゃない、なんかはめ込むのがいっぱいあるな、さっきから。あ、宝箱が、一気に攻める、トンズラ素晴らしいな。基本的にあの2体なのか、うん、だからこういう時は HP 回復するとか MP 回復するのつけてやった方がいいんですよね。だから回復するところがないと思いきや、トンズラがすごい最上盤で手に入るんで、あ、そういう形で減った HP を、うん、わざとエンカウントして回復していくっていうねスタイルなのかな。大丈夫かな、割とエンカウントするな。ぞ、このトンズラシューズっていうやつは必ずストーリー上でもらえるっていうわけじゃないので、確かただそんなぶっ飛んだところになかったと思いますけど、あ、でも貴重品か、身につけられるわけじゃないのか。あ、これ読みたいな、もう一回。あ、これプレート、じゃあこれはめ込むのかな。なんかさっきからそこピカピカ光ってんだけど、どうやってこの真ん中に、あ、そっか、これをはめ込まないとダメなのか。そうすれば相手いけるんだね。あ、これはでも真ん中か。あ、じゃあ方々回って方々回って集めてくるのかな。備えあればこそですわ。なんだって、あ、ニューのやつだな。ニューのやつが2体いる。あ、アーマー、フロー、本みたいな感じだね。ちょっとでもいいや、今は申し訳ないですけど時間もないんで。うん、だからサークレットっていうのも人数分買った方がいいかもしれないですね。買っとけばよかったな。今もう今沼田に行けないから。あ、置くね。あ、これね。あ、いいの、こっち側で。あ、外す、あ、なんか外す、外すってことはじゃあ置き方もあんのかな、もしかしたら右とか左とか。あ、また、はい、寄っちゃったよ。うん、じゃあちょっとまあ軽くね。あっと、これいちいち入れんのかな。あ、入れんだ。あっと、敵、あー、そういう感じ。赤い森、赤い森にも似たようなのがありましたね。あ、数が多いんだ赤い森も。何そっか、このパターンはダメなんだ。なるほど、そういうことね。あー、ダメ、マジ嘘。じゃあもうやるか、仕方ない、時間ないからさーっと見て回ろうと思ったんだけど、ダメかね。あ、そっか、 GC も減ったものだな。マジか、ちょっと今んとこ。お、いいね。あ、カウンターが入った。まずいな、マックが一回で倒せない。もっとアクセサリーとか、そっちに行く、マジ。ダメだ。あ、ストーン、あ、そっか、そういうこと。あ、フィア
なんかつけてたっけ、そういえば、うん、ちょっと待って、とにかくこのままやらせてもらおう。あ、正体不明がこういう位置にいるのか。だからそっちを攻撃しちゃうのか。これ時間かかるからな。どれだっけ、稼ぎだったり、まあ、時には開けたい人は開けた方がいいということかな。この辺もっていうことなのかな。何？嘘だ。じゃあまだなんかしなきゃいけないんだな。何かはめ込むって言ったって。はめ込み用が外れた後、あ、ちょっと待てよ、今戦ったその先に入れんのか、ここ。あ、いや入れないか。あ、うん、なんかいろいろギミックっていうかちょっとあるんですね。白銀のホテとかナイトのなんとかとか絶対つけた方がいいですね。どうせなら回復させるために。今ちょっと時間ないから適当やっちゃってるけど、たりしないしな。あ、なんだ、あるじゃん。相変わらず見づらいな。あ、無理か。覚えてる。ああ、ここにおばあちゃんがいたんだ。取らなかったの今。あ、と、あ、うんうん、ちょっと絵がよくわかんない。あ、そういうことで思う。あ、こういう服着てた。前に私言ってたの、ずいぶんいい服着てんだねって言ってたの。やっぱこんな家に住んでるからなんだ。あ、千年の夢が始めたのかと思って。あ、これに関することじゃないんか。よし、ちょっとまあなんかあるかな。よく見ると、うん、これがやっぱりなんかねえ。でも何の表示も出ないんじゃ何かしようもないんだけど。ああ、まだ侵入してしまった。まあもうちょっとあっちの庭園みたいなとこ見てみた方がいいかな。
このはめ込むあれによって違うのかな。じゃあこっちとこっちとかなんか変わった音する。あれ、あそこまた光ってるぞ。マジで。あ、そうだそうだ、光ってるぞって。あ、そうか、入れないんだ。じゃあもう一回。あ、だなんかね、物が取りづらかったよ、なんかこのゲームね。うん、するんだよな、ちょっとね。あ、一回食らうな。大丈夫？おお、すごい。なんかちょっと反応が悪いな。特に変わった様子は。あ、開けれんの？なんだよ。ああ、開かないか全部で3つ。まだプレートが足りないようですが。うん、まあそういうことね。とい、ああ出ちゃった。といってもな、なんか今時間なくて焦ってるからあれだけど、なんかよく見れば、うん、まだ今までのところなんかあったのかもしれないな。今ならいける。あ、こういうやつもここいるんだ。あ、まずいな。おう、引くぞ。ずいぶん出るな。戦わないからかな。大丈夫かな。あ、そういうパターンもある。へえ。引くぞ。さっきのところがね、ここはだってダメなんでしょ。まあ裏でも、あ、違う違う、また押しちゃった。あとここをね、まあ開けてみてどうかってとこだな。ちょっと裏でやってみようか。ちょっと戦うのが今面倒なんで。うん、これね、案外敵とは限らないかもしれないしね。ちょっと今戦えないから。でもムービーがちょこちょこ入ると裏でやれないな。参ったな。うん、まあいいか。でもとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。うん、ちょっと裏で見てみます。ね、まさかね、うん、あの住んでた家にね来れると思いませんでしたよ。ゲームはやり始めの時はね。では今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。